まもなく午後の一般公開が始まります。こちらにはアコちゃんを一目見ようとたくさんの方が列を作っています。一般公開が始まって初めての週末、レッサーパンダの赤ちゃんアコを一目見ようと家族連れなど多くの人が動植物園を訪れました。アコと母親のシンファを見るために必要な整理券960枚は昼過ぎには配布が終了しました。公開初日から物おじせず自由気ままに過ごしていたアコは展示場を歩き回ったり一生懸命遊具に登ったりと元気いっぱい。なんだか転ぼうとしてた。やっぱ大人のレッサーパンダより歩き方がまだぎこちないのがもうむちゃくちゃ可愛かったです。毎年9月の第3土曜日は国際レッサーパンダデー。絶滅危惧種に指定されているレッサーパンダの魅力や野生での現状、保全活動について考えてもらおうという日です。熊本市動植物園では国際レッサーパンダデーに合わせて生態や動植物園で飼育する目的などを紹介するパネルを展示しました。可愛いだけではなく、そのレッサーが背負っている今の環境とかですね、あとは私たちに何かできることはないのかなということをちょっとだけでも考えるきっかけになってくれたらいいなというふうには思います。